J1 リーグの第29節バトルオブ九州の戦いです。サガン鳥栖対大分トリニータ。今シーズン最初の対戦は5月の15日第14節、その時は大分ホームゲーム1対1引き分けに終わっています。両チームのスターティングメンバー、まずはホームサガン鳥栖からご紹介します。ゴールキーパーパクイルギュ、3バックはファン速攻エルアルド大畑、中盤の底に樋口、右に小泉、左が中野義弘、そして先頭白崎といて、ツートップは酒井小山津です。大分トリニータもスターティングメンバー予想フォーメーションです。ゴールキーパーが高木、スリーバックはトネ、エンリケ、トレビザン、ミサオ、ボランチに 下田と羽田、そして中盤右に小出、左が香川、ツーシャドウは渡辺、小林誠吾、トップの位置は長澤です。大畑から酒井、あ、これが通る、さあとす酒井だ、酒井高木が弾いてそのまま、いや酒井のシュートは高木止めました。いや素晴らしかったですね。おそらく今日もね、同じ、あとこう先頭、先頭と左足、立ち位置とボールがちょっと遠いかなって感じしますけども、渡辺、あ、狙いが良かったんですけどね、下田と三沢のところ、そうですね、わずかに合いませんでした。反則から小泉、長澤行きます、これが抜けてきた高松、中根吉弘から白崎、決定機のかわした、白崎浮かせたが、いや大分の懸命のディフェンス、いや最後白崎で決定機でしたが、今のシーンです、はい、大畑スペースに出して、これは酒井、頭上がっていない、酒井と決まった、ここで上がりましたか、そうですね、今上がりましたね、おそらく酒井のところですよね、中根さんね、はい、大畑から酒井の、ね、酒井、はいはい、裏に出したタイミングだと思いますけどね、酒井もちょっと気にラインは気にしながら、はい、あれしてる、まあ、これはコントロールして裏狙った時に、まあ、このタイミングじゃないですか、まあ、わずかだと思いますけども、下田からのボール、あ、下田パクイルギュ、下田が狙ってきました、いや素晴らしいですね、パクイルギュがセーブしています。まだ持ち味を、おっと中野城だ、中野城、これさあ酒井、酒井の折り返し、いいの、ボレーシュートでしたが、いいの、今日もまた途中出場となっています。さあアディショナルタイム5分、残り時間があまりない、早速増山、中野義弘、おー増山、増山のこの仕掛け、いいですね、これですよね、増山でしょうね、はい、はい、もうちょっとこの時間を考えると、トス攻撃には移ることは難しいかという、はい、もういかにしのげるかというね、時間になりそうですが、大分は羽田も上がりましたね、はい、ラストプレーになってくるか、下田からのボール、パク、あー、そうですね、もう時間が来ました、バトルオブ九州、鳥栖と大分、第2ラウンドはまたしても引き分け、今回は0対0スコアレスドローに終わっております。試合終了です。0対0スコアレスドロー、両チームに勝ち点1が与えられました。